宅急便でアマゾンから荷物が届きました。昨日注文したのにもう来ちゃいました。早いです。ちょっと中開けてみます。それでは早速開けてみましょう。これはアイリス大山アイティッチャー炊飯器、米屋の こいつです。三号炊き、こんな可愛いお釜です。お釜にこのお皿をセットすると茶碗蒸しなどの蒸し料理もできます。本体と蒸し器用のお皿と計量カップ2000枚と普通にトイレ使う計量カップとシャワー、これだけ入ってます。これでイカ飯なんかを作っていきたいと思います。次にもうオーブンレンジって分かっちゃってますけどね。これもアイリス大山です。オーブンレンジ18リットルっていうのを買ったので結構大きいです。中の板を入れて頑張って使ってみます。パンを焼いてみたいと思います。炊飯器とオーブンレンジを買ってみました。うまい料理は作れるかな。オーブンレンジ空炊きも終わり準備ができたのでピザを買ってきてみました。追いチーズするようにレッドチェダー入りミックスチーズも買ってきました。今予熱してるので予熱が終わったら見ていきたいと思います。追いチーズしたので予熱の終わったオーブンに入れてみました。焼き上がりが楽しみです。レッツゴー。ちょうどいい具合に焼けました。ちょっと追いチーズが多かったせいではみ出しましたけど、アルミホイルを敷いといて正解でした。美味しそうに焼けました。早速食べてみます。早速実食です。まだ入れないチーズが多すぎたね。なんとっきり美味しいです。タバスコを買ってくるんだぜ。だもう少しこれを裏側をパリパリっと焼きたいですね。非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。先日買った IH ジャーでゆで卵を作ってみようかと思い、近所のスーパーで卵を買ってきました。まず蒸し機能を使うのに水を3つやってみましょう。爆発しても汚れないかな。やってみます。ポチッと閉めて
10分でやってみますと。開けてみましょう。全然まだ生です。生卵もう一回入れて、煮込み10分スタート。10分の蒸らしが完了しました。さて開けてみましょう。さっき1個失敗しちゃったやつ。そうできてるな。あ、できてる、できてる。できてるっぽい。これをしよう。炊飯器の蒸し機能で結局10分2回やりました。2回やったものを、10分は蒸らして、そのまま蒸らして、今水道の常温の水道水につけて冷やしたものを剥いて食べてみたいと思います。さてうまくできてるでしょうか。まあこれカタカタだな。カタカタっぽい。よし、いけました。とりあえずそのまんま食べてみよう。うまい。おいしい。ゆで卵久しぶりに食べた。塩を振ってみましょう。塩を振って食べます。うん、ゆで卵だ。ちょっと今度半熟にチャレンジして、半熟やってみます。定番のマヨネーズということで、炊飯器でゆで卵を作ってみたでした。ごちそうさまでした。